簡単なのにできないっていう。よっしゃ。ゴーで。ゴーゴーゴーゴーゴー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 。ブラボーブラボー。ゴー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 。サジュでやっぱ声が変わる。はい。そう、なんか喉を下げようとすると、あ、こういう口になるはずなの、こう。これは。あとは前にしたいから、はい、こうする。この状態のまま、うわー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 ってダメ。うわー、はい、で見るよ。その口を覚えよう。とりあえずだから、顎が下前にこう、行くように。あ、下前に。はい。うわこっちに持っていくにはもっともっと前に前に感じ、お腹をもう少しこう動かしてあげて、前にやると多分お腹止まると思うから、もう少し上まで行って、はい、手を、はい、ここに響いてたのが多分この辺に来ると思う、はい、あ、はい、ここまで来るためにはこれがだから止まっちゃいけない。はい、ここもっと上にグッと上がらないといけない。はい。ペペOh, oh, oh.
赤いじゃん。ほら、ね、境目なくなったでしょ。はい。ファーシャープのとこ。なんか、境目ないです。そう、だから今、これでさ、もっぺんじゃあさ、やってみましょうかな。あーでやってみよう。この、あー、こんな声出したの、これで。はい、まだ若干聞こえるね。はい。うまい。ってこっちに逃げる。はい。ってやらないように。はい。前に少しだけこう被せるような。タラララら、あって感じ。はい。うん、それは後ろ。前。それを覚えるとじゃ、わかる。はい。もう別に。ちょっとだけ蓋をする。それ。今の。できた時は一番そのままっていう感じで、ほんとちょっとだけ回してあげるともう声が前に行ってくれるからパッサージは。それをだから太くなんかうろうとかやったり、パッサージは細く前に考えないといけないから。はい、こう後ろに行かしたり、こうなんか後ろの空間作ったりしないように。はい。ああってかってやると一番良くないです。はい。Go, gay, go.吐けなくなっちゃうと、だから、はい、おはようございますみたいになっちゃう。あ普通に喋ってても、はい。普通に喋ってる時は全然そんな低い方しないじゃん。しないです。はい。それと一緒。
普通に喋ってるようなのの、はい、あの、拡大バージョンだから。強化バージョンの歌だから。はい。喋ってるようなことしない。じゃないと疲れちゃうしね。そうです。作らないっていうことに繋がってくるっていうことです。はい、極限だから、その、なんだろう。吐かなきゃいけないから、はい。止める力と吐く力が、こうなんか対決し合えば、こう、いい抵抗の力が生まれるわけ。あ、前に行きたいけど行かせない、はい、でも前に行ってる、でも前に行かせないっていうのがすごくこう止めてるから、ビーっていう音が鳴るわけ。ビーっていう、ティンブル、そう、ティンブル、そう、ティンブルが鳴らないっていうのは、その力、2つの力が弱い、はい、結局前の力をもう少し強くするのと、止める力をもう少し強くしないといけない。でもドシちゃんの場合、はい、ここがまずあの、はい、ごめんなさいって、こうどれぐらいですか、あの、上に行ってないから、パサージュの時特に、はい、ここのファー、ここの時に意識的に、ドーガーって止めない。ドーガー動かしてみる、思いっきり。はい。胸が上がるぐらい。ドーガーそう、メイヨメイヨメイヨ、ブラブラブラボ。ドーガーブラボー、ゴーゲイゴー、で、ゴーゲーって後ろだけになる、ゴーゲー前に行く、ゴーゲイゴー、ほら響いてる位置がここになったでしょ。はい、一段階上になる。そう、それそれ、これが止まってるとここら辺にしか行かないが、オイファーってなんかこう、ここ止まる。これをスコーンって抜けさせないといけないから。抜け感。そう、抜け感、抜け感。抜け感はだから、その横隔膜が固まってるか固まってないか。今までこう一緒の舞台歌ってきた人のお腹触ったけど、触りまくったけど、デビエも触ったけど、うん、やっぱりでもそういうこと、なんか、抜ける人は柔らかい。ああ。もう、アクート出してる時でもやっぱ凹む、スーって。こう下上みたいな感覚、中上にこうシャって、あとはだからそれがこうこの止めがない、例えば咽頭が上がらないようにしたりとか、その分頭をちゃんと考えたりとかしてなかったら、それがもうバーってダダ漏れちゃうから、ああそれだけない、ダダ漏れは良くないから、だから止めなきゃいけない、はい、止めて動きを鈍くしないといけないね、うん、でも上げなきゃいけない、うん やってみよう。もっぺん、じゃあ下からやってみよう。ゴーゲイゴー、ゴーゲイゴー、そうだから響きがこうスコーンって抜けるまでこれ上げてみるんだ、はい、ゴーゲイゴー、ブラーボ、ゴーゲイゴー、ゴーゲイGo, go, 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 bravo, go, 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 go.疲れる、もう最初は疲れる、初めて使ったぐらいの、これはだからだよ、もうあの慣れが必要、ちょっともう一度一種類やろうか、これもだから一緒ね、こう ずっと上げていく、はい、Oh, oh, 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 oh,
固まってます。みーやーでも固まる。はい。上げる。この下がみー。それも上げて、あ、じゃあもうここでいいかな。はい、ここはね、ポンプだから、もう動かすようにしようか。上げていこうか。はい。みーえそう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 。ああ。そういうこと、そういうこと。ああ。なんか、天理役みたいな感じですね。はい。みえはい。硬いね、まだ。はい。あげる。はい。確かここで急にこの辺がなんか。なあって固まる子が。あああげればいい。はい。難しいんだよ。だから固める、なんだろう。うん、高い音出すときって結局音が止まるから。はい。こう人間さ、こう重いもの持ったりとかさ、ああって喋るときってさ、すごい止めるじゃん。力むじゃん。力むとき特に。で力むってことは筋肉がこう張るじゃん。こう。はい。その状態で動かせって言うんだから、相当筋肉必要な、動かす。別に柔らかくしろって意味じゃないからね。うん、その動かないといけないから。こう、柔らかくしながら、抜けてこい。あなんて、な、こう、あーって出してるときに、こう、あーってなって、あーってこう動かさなきゃいけないっていうのが、すごく難しい。動かしたい。自分で動かしてね。はいないですね、使いなぁなぁ、でも免許免許ブラブラボ今度は丸腰今のだからさっきやった、はい、その、なんだろう、はい、この締まりとかイントネーションとかそのまんま止める位置はそのまんまで、はい、あとは前上前上狙っていくで狙っていくっていうのはなかなかことも気にしたけどだパーこうやって前に前に行くはいで、見えとは2回。そう抜けない特にパッサージ付近そうなるよくなるじゃんなりますウナフルでもなってたじゃんウナフルキーはウナフルマーマシーモーなんかおーってなるじゃんなりますそれだから押してるからそう押さないようにはいさっきじゃあこれにすると押してるからこうやって押しちゃうからはい、前上はい。あと、とりあえず下がわーって下がるってことは、はい、下先をずっとつけとくあ、下の半分だはいあーってなるはいあーつけとく
出た。ちょっとクラック気味になったりとか、そうそうそう、これがあのなんだ止まると全部こう低い形するから、うん、引っ張ってられるっていう感じですね。そうそうそう、これが、うん、じゃあないじゃん。はい、でその時に、はい、見えーってなんない。あ、このまんま下がだから平らになるように、はい、ペイント下がって、はい、で顎がちゃんと開くと下がってあげると、下が綺麗になるから。みえーまま。みえー。みえー。みえー。みえOK、声帯がちゃんと、しかもそっちの方が合うというか、全部必要なの。その止める力で声帯が合うから、だからその息を止めると声帯が合うじゃん。はいはい、その声門閉鎖みたいな感じね、ずっとこう、ああで、そのためにイントの位置気にしたり、唇で力入れたり、その近くに歌ったり、息を抜けないようにプントでずっと歌ったりとかして、息を抜けないようにしながら、今度はそれを鳴らしに前に前に運んでいかないといけないから、お客もこう止める、止めて硬い音にするんじゃなくて、動かしてる、うん。動かして中上に。で、それをだから、この響いてる位置をもっと高くするために、もっと上げてあげる。俺の感覚としては、だからその、これが上がれば上がるほど響く位置はすごく高くなる。はい。スコンって抜ける。で、あとはだから止める位置と、その上がる力がこう、止める力と上がる力がこう、なんていう、対決し合って、はい。ここら辺が金属的な音がいっぱいになる。ブラーって。それが飛ぶ。ビーンっていう。そう。ビーって音ね。これが、あーって、あー、あーって鳴らしてあげる。あーってやって。音のなんか面積がこう、広いんじゃなく、こう、なんかギュッとした。ギュッとした、ギュッとしたら飛ばないからね。そう。最近よくわかってきた、なんかその。ここで歌わないと絶対飛ばない。飛ばないっていうか、聞こえない曲で、客席で。そばなりみたいになっちゃうっていうことですか。じゃあ、お腹の動きしよう。で、お腹上げて。
って下の音を戻す。はい。でその時に後ろ上にこう座れるような感覚で、はい。いやー、でその時に大事な顎が一緒に後ろにおーってなんないように。はい。あ開ける。アインしたまんまこう下に落とす。練習すればいい、はい、休憩どう？え？毎日やるからね、これは。ありがとうございます。もう初めてなんかやっとアクルトの勉強できてるっていう感じで僕がそこでやってから、うん、でもなんかでもどうしたら本当出るようになったもんね。ハイゼーとかまあガリガリとか言ってるんですけど、そもそも自分アス出なかったんですよ。そうだよね。アスが引くだけも出ないっていう感じなんで、未だにその名残でちょっと調子悪くかとか疲れてたりするとその辺がペロペロってなったり、なんかその、ね、だからその押し出すのがファとかファーシャープらへんとか、なるほど、まあ、よくない。ドドドレミオってなんだよ。なりますなります。なんかちっちゃうちっちゃうというか、ドレミオって単純に上げていけばいい。これを今の声に何年といろんな人のてかマルチェルとかマルコベルティとかのそうね、ジュゼッペとかね、そういうのがかかってたと思うと本当に芸術の世界っていうか、俺のなら、それの意見、俺の技術は本当にもうなんだろう、経験と教えてもらったことをミックスしてる、いいとこ取りをしてる。例えばマルチェロはアクータ出るけど中音域はそんな出ない。やっぱりそう。でも中音域厚くするとアクータが若干こうキラキラが減る。だからジュゼッペのアクータはそこまでこうなんかマルチェロみたいなキラキラしない。でもジュゼッペの中音域のそのレガートとかはすごく綺麗だ。で、声の飛びで言うと、中域の飛びとかアクトの飛びとマルコはやっぱり飛ぶんだよね。でそれはなんでかというと、やっぱこう集めてる、ずっと圧がすごい、前に集めてこう、にゃって飛ばすのはすごい。
そのまんまアクエドも行けばアクエドもすごく綺麗だし、ね、このまんまだからこれ使って両方やればいい。アクエドの時を集めながらうわーってやればマルチェロとマルコも取れるし最強です、ね、もうこれ集めたまんまあのジュゼッペの言うとうわーって歌えばで歌じゃんこれチェーって歌じゃんチェーロって歌じゃんあれもだからそうジュゼッペのそうメスドルマでもちょっとこうなんか映像だとちょっとこうジュゼッペは本当もうあの腹の下からずっと声を出させるもう本当あのもう2年間ぐらいずっとそれは抜けないように全部フレーズで歌う。例えば、なんだろうな。タチェロピエトジョレンディラ抜かさない。そう。そう。そう。その技術が。これがこう、ミントがこう落ち着いたり、下が落ち着いたり、こう、音が上がんない。状態が保てる。で、あとはそのまんま上の響きを考えればいいだけ。マルコのそういうその集めたりとか、前にこうジラーレしたりとか。で、お腹の使い方は、で、お腹の使い方はマルコも一緒だったな。マルコもこう引っ込んでいけっていう。固めちゃダメだっていうのが。なんか自分、昔多分固くなっちゃって原因じゃないですけど、多分一時期こう、お腹出したわなみたいな。あ、でもそれもね、ユー先生も言うだが、マルティヌッチのとこ行ったら、マルティヌッチは本当にもうなんか、って吸ったら、このまま歌わされる。こうってやる。俺はできなかった、それは。怖くてっていうか。一時期それすごく頑張った時期あるんですけど、どうしても、こうなっていっちゃうんで、だからなんか違うなと思ってたんですよね。それで、やーはーとか、まあ、それでちょっと多少柔らかくなってきて、多分、そうか、歌方にやってもらって、ちょっとこう、アクトが開けてきたってもあるんですけど、うんうん、僕にはあれは全然合わなかったですね。まあ、僕のそのやり方ももしかしたら解釈違いでやったかもしれないですけど、でも How to が全部繋がってるので、なんでこうか、なんでこうか、そう、うん、出して歌えって言われてもなんでか教えてくれないんで、結局ね、なんだろう、あの上手い人ってみんな繋がっててさ、なんかこうマルチェリロも言うことをマルコとほとんど一緒だし、マルコもジゼッペも言うこともほとんどみんなと一緒なの。それがやっぱりこうできないとね、一つでも間違っちゃうと、例えばお腹腫れとか、あ、全然逆のことやっちゃうと難しいよね、うん、頑張ろうよ。そしたらいい声だから。いや、もう高橋さんにそんなおっしゃっていただけるけど、僕はもう歌やってきて、いや、トシちゃんはほんともともといい声じゃん。だってもともといい声でエレナも、エレナとそう頑張んなきゃねって言ってさ、だ発声練習としては、はい、だいたい、まあ、今やったのが、はい、ぐらいで30分40分ぐらいだから、これだから毎日やればいい、はい、これがレッスンして終わった後とか、はい、飯食って、まあ、4時ぐらいから40分ぐらい一人でやってみて、はい、あ、分かりました、うん。ちょっとじゃあ曲やってみる？あ、お願いします。コメジェンティーやってみる。いきなりいける？あ、はい。ほんと？いけ、あ、たぶん見た方が見たいよね、でも。そうです。ちょっと待ってよ、俺ドンパスこれ iPad にあるから、それじゃあこれ使っていいよ。中入れときなよ。わかんないでしょ。ポーベルエルネストもやりたいね。あなたとアドティアパンドラとフィリスタワンダミーコインコベンダミーコインコベンダミーコ
やいこんじょうな。ババンババンババン。コメジンディーは何ページだろう。コメ190か。なんでやん。なんでそんなスクリーンショット撮れるんだ。190。なんだ。やってみよう。ゆっくりでいいよ。はい。コメージェンディー、あの手はメンズアフリー、やっとライフェなるぐらいセンザレセンセセンザベそっち、はい、もっぺんね、ラルーナゆっくり、ラルーナエセンザラルーナエセンザベめいろめいろ、で、もっと近くで歌おうか。あ、はい、ごめんって遠くない、ごめん近くで歌う。はい。コメージェンディーな。コメージェンディー。そう、ブラボーで、前に。ラノテメトピー。両方考えないで。エアトライチェン。お腹。ナルライセンザベ。ここの空間をこう増やそうとしなくていいから、はい、こうやって前に空間増やしてみ。せーせーんたーで下がさ、ほら、それじゃせーんたーここ奥に行ったの。はい。つけといてた。はい。せー。試しにスプーンで、はい、スプーンで押してみようか。丸腰で。折れちゃうかもしれない。持っても全然構わないから。これ尖ってる、あ、丸い方。まあ、大丈夫、押してもらえればいい。はい。で、下先は常につけといて。はい。ってやってみ。それがその時にどこに力入ってるか考えてみる。もっぺんやるから。口とか喉とかその下のどこら辺に力が入ってるか。めいじょ、もっとめいじょ。取ってやめか。ラルラセ。ああ楽でしょ。舌が相当変なことして。なんかね、舌が閉じたら奥に行くとか、見てると。そう、ね。だから、アクートになればなるほど、そっちに力が入る、こう。こう、なんだろうな。せーっていう風になる。せーこのまま行けばいい。はい。うん。アズーもぴゃだから。
mio perché. Ah, 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 meglio, meglio, bravo, bravo, sono fuoco. Va bene. Non puoi dire. Dopo di cercare di cambiare. Ok, no, meglio, meglio. Io qui ci sono. Quale? Io, dopo di cercare. Ok. Totte, già, una cosa che non è tutto. Io, come io. Nel mio perché cor non è ti stai arrivando la stai con nukeru hai perché nukanai hai ben mio nel mio perché cor non è niente. Bravo! 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 OK! はい。先行ってみよう。オルマのラウレ、ナモリアチェンディ、デリアネムルムレ、サスリセmeglio nel mio perché ancor non è mio perché 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 hai mugas hai vai è mio perché perché quando sarò morto piangerai a richiamarmi ma non potrai stai ora ora sta ora stai 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 stai伸ばす。そう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 。メイルメイルメイル。下先下先。どうしたの下先が奥に行く。はい。それ良くない。はい。そうすると開く、開くときに下がこうなるからね。逆に。はい。って。このままじゃないと。はい。おぉ、うん。こう。はい。はい。ちょっと休憩しよっか。大丈夫だ。全然疲れが。うん。あ、下下下の下先とその下の形気をつけないと。
止めちゃうとどうしても、なんだろう、もったいない、もったいないというか、こうビーって、止まっちゃうのか、あー苦しそうに。ここに止まってるのをスコーンって出せるように、こうもっと動かしてあげて、はい、前に前に考える。それはでも、なんだろう、前に前には前に考えるだけでいいか、こう前につく、前につくような感じで。ダンダンダン。前につくの。って出さない。そう、ずっとなんかこうやって、なんかこう、喋ったり、こう、ついて、こう、声帯締めっぱなしっていうか、抜けないように抜けないように、喋ったり、はい、後でやるけど、その、母音と母音の間とか、子音と子音の間とか、はい、その、音と変わり目の間とか、で、力が抜けやすくなっちゃうから、あ抜けやすくならないように、ずっとこうやって喋ったりとか、練習をする。あ読みの。ずっとこのまま、もう力を抜かない。そうすればだって、ポイケーポイケーバーってポイケーポイケーバープレドスターって開いてくるじゃん。はい。それがポイケーポイケーとか、ずっと抜けないように読む練習をする。あ、読みの練習。ポイケーってこう全部抜けないようにする。ゴーゲーの。そうそうそう。うん。だから、コメジェンティーって抜けないように。ごめん抜けないよ。ごめん。ごめんとはなんない。疲れたね、としちゃんね。あ、いや。疲れちゃった。疲れちゃったね。まあいいか、今日は1回目このぐらいでいいかな、じゃあ。あ、ありがとうございます。パンプもですけど、天然パン、パン、パン、シアーも一緒だ。パン、パーンってつけば。それが、ファンシャーンと全然出ないし。あとこの止めてるっていうか、その、ナンバーンっていうのを、ナンバーンこっちで動かす。そうそう、スコンで抜ける。テンマが、テンマだから、その、ミエーか、ミエーとかで見つける。ミエー、ミエー。ミエーとか、ミエーやるしかない。はい。あとはもう抜けないように抜けないように喋るとか。ああ。喋るときにこうなんかこう、模様を滑ってるときにずっとこうなんか抜けないように抜けないように力を使う。抜けないように。はい、ああ。抜けていくとそうそう。良くないっていう。ちっちゃくすると早く強く全部こう。こう
質問あったら何でも質問してちょうだい。ありがとうございます。そのために来てるんだ。